野垣さんに続きまして、はい、富岡さんに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらからですね、はい、F1 のコーナーの展示で、ちょっとまあ今現在はミニマムですが、まあ、やはり、モータースポーツといった F1 の活動を通じてですね、はい、どうやってその、まあ、オペレーションノウハウ、そういったものが、まあ、市販車にこう展開されているかというところで、まずはこういった形で、車を展示させていただいてまして、はい、これなんか懐かしい、はい、TF109 ですよね、はい、小林上さんが乗られた車になります。はい、私海外取材に行った時にやっぱりお話聞かせていただいて、はい、はい、なんか前は F1 年に1回海外に行くっていう取材を、いやもうほとんど趣味ですけどね、そうですっていう取材をしてました。アブダビはさすがに行けなかったですけど、でこちらがですね、まあ、モータースポーツ用のタイヤ、それから乗用車用のタイヤということで、どういったことが違うのか、そういったものをですね、こういった構造の断面を一枚一枚丁寧に分けてですね、展示することで、そういった違いを分かっていただけるのではないかなと。全然ね、太さも違うし。そうですね、はい、このいわゆる、この、はい、ゴムの部分ですね、トレッドの部分、こういったところがかなり特徴的かなと。もう2倍ですよね、軽く見て、ね、はい、ざっくり。でこちらがですね、あのヤマハさんの OX66 ということで、はい、実はあちらのフットワーク、 あの車のエンジン、これになります。なるほど、はい、そっか、フットワークだった、フットワークのエンジンってヤマハだった、はい、そうですね、ヤマハの、はい、ファイバーバルブですね、うんうん。でまあ、こちらはですね、あのいろいろまあ軽量とか、あるいはこの作り込みですね、あのこの当時エンジンは兼松浦さんのところでチューニングをしていたということで、もう本当に職人の勘でこう仕上げていったというような貴重なエンジンになります。で去年までこれ実はこのエンジンが四国にあって、こちらの車両はあの由良拓也さんの、そうなんですね、この御殿場にあって、ちょうど泣き別れになってたんですけど、じゃあ今一緒になった、はい、ようやく今、はい、ボディと心臓が一緒になって、これアグリさんが乗ってた、はい、まさにおっしゃる通り、はい、はい、こうワンちゃんのマークが、ダックスフントのマークが、ね、はい、トレードマーク、なんかすごい懐かしい。まあ、こちらはですね、一応富士でいろいろこう戦ってきた車たちのコーナーと、スープラターボ、はい、はい、まあ、この辺だとだいぶ今の若い方でも比較的人気のある、そうですね、このスープラすごい懐かしい、ね、はい、ちょっとでも角張ってる方のスープラですね。そうですね、はい、であとは日産さんからお借りしている、はい、車、はい、こちらですね、はい、 GTR、はい、GTRこちらになりますと、だいぶまあ、車の中もだいぶ現代の、まあ、スーパー GT とかで使われている車にだいぶ近づいてくるような、そういった車の作り込みになっているかなと。なんか日産のマシン黄色ってちょっと今見ると不思議な感じしますけどね。そうですね、はい、はい、でこれがあの R391 で、はい、R391、はい、そうですね、この辺もあの日産さんのご協力いただいて、はい、あの貴重なお車をお借りすることができました。すごい、なんかかなり横広な感じがしますけどね、ね、あ、上から見るとこの日産の、はい、はい、でこちらからですね、世界記録に足跡を残した車たちということで、はい、トヨタ 2000GT スピードトライアル、これはレプリカになります。日本の名車ですよ、はい、はい、本当に好きな方、この 2000GT を見ると本当に惚れ惚れするとおっしゃる方結構多いですけど、本当ですよね、はい、本当世界の名車ですよね、はい、日本が誇る、そうですね、うん、でこれはまあレプリカにはなるんですが、当時ドライバーだった細谷さん、はい、彼が監修してますので、かなり精度と実物に近い、はい、かなり作り込まれてる車かなと。じゃあこれは動かないんですか？あ、これ一応大丈夫です、はい、そうなんだ。あとに、ホンダの NSXR になります、はい、今見るとちっちゃいですね。
そうですね。でやはりこれあの、うん、かなり軽量化に、うんうん、あの本田さんもいろいろ技術的に苦労されたということでして、うん、まあ、ここにもですね彼らから貴重な、うん、軽量化のアイテム、こういった情報も出していただいて、うん、まあ、エンジニアリング的にどんなことをやってきたかというのがここに来ていただくと、はい、ご覧になっていただけるかな。なるほど。これ後ろ姿も可愛いですよね。はい、そしてこちらが最後になりますか。はい、まだ向こうで北米のコーナーがありますが、はい、こちらがですね、はい、いわゆるドリフト、あ、これ日本初のモータースポーツということで、うんうん、ここ、まあ、1台だけですけど、ちょっと展示エリアを準備させていただいてます。うん、やはりですね、FIA まで公認になっているこういったドリフト、うん、これは日本発祥 の、 文化だよと、はいはい、いうことで、ぜひ、感じていただければなと思います。確かに谷口君の車ですもんね。はい、そうですね、はい、こちらにもそういった、こちらの2019年このグッドウッドで、うん、谷口さんが運転された実車になります。はい、タイヤすごいですよ。フロントのタイヤこんななってんですか。そうですね、横から見ると下が張り出してるっていうね、不思議な、はい、ネガティブキャンバーで、まあ、まさにドリフトをするために、うん、サスペンションの、はい、ジオメトリーセッティングしたというのが、ここに来ていただくと本当によくわかると思うんですよ ね、 なかなかね、はい、近くで見ることないですよね。すごいです。しかもなんかこのスープラってちょっと大きくなったじゃないですか。そうですね、はい、だいぶここ の、 フェンダーのところもですね、膨らませてますよね。だいぶ、はい、幅広のタイヤが入るように、はい、ね、ここの分だって広げてます。そうですね、はあ、そういうのも確かに、はい、あとこちらがですね、はい、北米のモータースポーツ、はい、ということで、なかなか日本には北米のモータースポーツの情報って入ってこないと思いますが、やはり北米でもモータースポーツはかなり人気が博していると、うん、でそんな中、今回はちょっとトヨタの車3台ほど展示させてもらってるんですが、うん、はい、まずこちらがですね、イムサという、はい、レースカテゴリー、その中で初めて聞いたかも、はい、GTP といういわゆるプロトクラスの車になります。かなり大きいんですけど、ね、横幅が、幅がですね、これ2メーター超ですね。ですよね、はい、かなりこう長い、だから幅広い、はい、そうですね。でこちらはですね、うん、まあ、アメリカ人、北米の人たちにとってはかなり最強の車ということで、うん、あまりにもですね強くて勝ちすぎたためにそのカテゴリーが消失してしまったと。本当そんなにもう一人勝ち、はい、はい、ここにも書いてありますよね。最後10戦10勝と、10戦10勝と、もうやってらんないよっていうことになっちゃったわけですね、他の人たちが、はい、へー、でまあこういった車で活躍をして、うん、ではいよいよトップカテゴリー、オープンクラスの、はい、こういったですね、これはカートという車になります、うん、はい、いったオープンホイールでいわゆるトップカテゴリーに出るということで、このカートに参戦したんですが、うん、実はトヨタは1996年参戦した当社はなかなか勝てなかったと、はい、あ、そうなんですね、はい、やっぱ車が変わるとなかなか、そうですね、カテゴリーが変わると難しい、やはりエンジンの方がなかなかその競合に対して少しビハインドしていたということで、かなり苦労をしまして、うん、あれでも日本でも開催しましたっけ、こちらはカートはやってないのかな、はい、やってないと思います。でこちらがですね、はい、はい、その当時どんだけこう大変だったかというのがちょっとグラフに、はい、書いてある。これはこっちから見るのかな。そうですね、はいはい、参戦した96年、はい、この当時はですね、競合者に対して大体100馬力ぐらい劣っていたと。それはかなり差がありますね。はい、ここに縦軸にエンジンの回転数書いてありますが、はい、参戦した当初は1万4000程度の回転数。
それに対してまあ改良改良を重ねまして、あの参戦当初はこのフェーズ 2.5 と書いてますが、最終的にはこのフェーズ6、フェーズ7と、こういったところでようやく勝てるようになったということです。でそれ の, あの、まあ、いろんな苦労があったというふうに聞いてますが、はい、あの大きな一つの技術としてはここに書いてあの展示してありますペンデュラムダンパー、振り子ダンパーですね。こちらのカムシャフト の,、はい、あのカットモデルなんですけど、ここの茶色い部分ですね、ここがあの振り子の代わりをして、要は高回転になるとカムシャフトがこうねじれ振動を起こして、正しくこうエンジンが回らなくなってくると、そういったものをバランスを取る、そういった技術がここで採用されたと、はい、いうことです。そしてこちらが、なんかこれはアメリカンな、はい、そうですね、まさにこれ、絵ですよ、はい、これライトとか、はい、絵です。うん、これナスカーンという、まあ、かなりアメリカの中では皆さん、親しまれてる車でこのライトなんかも、本当です、絵ですからね、はい、騙し絵、そうですねこちらは、まあ、要はぶつかっても割れたりしないようにと、そういった工夫がされているとともに、当時あのナスカーのレギュレーションは、はい、ちょっとあの技術的になるかもしれないんですけど、鋳鉄製のブロック、鋳鉄製、鋳鉄、はい、要はあの当時もうあの現代比較的もアルミブロック、あ、要はアルミという材料で作ったあのシリンダーブロックですね、これが主流なんですけど、当時は鋳鉄製の OHV というあのバルブ形式、はい、それにいわゆるキャブレター、これがレギュレーションであったと。で当時もうそんなあの鋳鉄製の OHV というエンジンを持っているのはほとんどなくて、いわゆるアメリカのビッグスリーとかそういったところは昔からそういったタイプを持ってますけど、まあ、そういった、まあ、名前だけ聞くと球体前とした、確か、ね、今は DOHC とかですね、そうですね、おっしゃる通りです。なるほど、そういったものを作ってまでもこういったカテゴリーに参戦していたと、です、はい、で裏にも、そうか、ここ開ける機会が多いからもうちゃんとメーカーの名前が全部入ってるんですか、はい、そうだと思います。こうやって開けた時にこうカメラでこう映すと、確かに、あ、こんなところにもこう、ね、M&M とかですね、はいはい、これ遮音材が一切なんか入ってないから、はい、そうですね、相当エンジン音ダイレクトに聞こえそうですね、はい、まあ、あのこういったエンジンの高さがいかに抑えられているか、こういったのもですね、こういったところから分かると思います。でそんな中ですね、これはもうあのエンジンに詳しい方じゃないとなかなか分かんないかもしれませんが、一つの重要なクランクシャフトという部品になります、はい、で通常あの量産車ですとある程度あの回転のバランスの誤差を許容するんですが、まあ、こういった約1万回転近くまで回すようなエンジンですと、はい、そういったあのバランスの悪さもあのエンジンの性能に影響してきますので、それをいかにこうゼロまで作り込むか、そういったのはこれは実はトヨタの内製の技術がここにはあの仕込まれているということで、はい、あのまあ、庶民的なこういったいろんなあの比較的簡単に作りやすいパイプフレーム、こういった車両でありながら、実は心臓の中にはこれ F1 と同等の技術が使われているということですので、はい、まあ、そういったあの隠れた、あのこういった技術というのも感じていただけたらなというふうに思っております、はい、ありがとうございます。ちなみにこちらのミュージアムで一番のおすすめポイントって個人的にはどこですか？そうですね、まあ、あの盛りだくさんありすぎ て、なかなかね、あの難しいんですけど、本当全体のやはり雰囲気を、を感じていただけるといいかなと思ってるんですよね、はい、あと期間でね、はい、いろんな車が、はい、あの多少展示も、はい、展示物が変わったりするようなの で、はい、海外から、はい、うん、お借りしているものは少しあの期間が限定されてますので、あのそういったところをお楽しみいただけたらなというふうに思います、はいはいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。